ジャブローの風。激しい戦闘の結果、エウーゴの地球降下作戦は成功。カミーユたちはジャブローの地へ降り立つ。一方その頃、そんな闘争からは遠く離れて、地上では失意を持って空を見上げる男がいた。かつてのガンダムのパイロット、アムロレイである。ニュータイプとして実力を示しすぎた彼は連邦軍から危険視され、軟禁に近い状態に置かれていた。ここの生活は地獄だよ。でも僕は一年戦争で十分に戦った。抵抗し投げやりになるアムロだが、大きく動き出した戦局はアムロに再起を求めていた。これが地球の重力なのか。ガンダムマーク2は見つけられるのか。俺は神の存在を信じるぜ。隠れ子の仇は取らせてもらう。カクリコンを殺した。効かないやろ。カクリコンさえいればこんな無様なことにはならなかったのに。出てきたな。迎撃する。
けるか。任せてください。はい。私に続け、変態を乱すなよ。なんで誰も聞こえないんだ。早く助けに行かなくちゃ。消えろ。作戦は継続中だ。気を緩める暇はないぞ。消えろ。までもう時間がない。脱出するぞ。消えろ。道路にアウド村がある。そこまで急ぐぞ。消えろ。まだジャブローには味方がいるんでしょ。脱出路を確保しないと。出てきやがって。消えろ。足から潰していくしかなさそうだな。来たな。そちらからも援護を頼む。了解。レコーさん。カミーユ、よく来てくれて。私としたことが連邦に捕まるなんてね。Thank you.
なところに。消えろ。またをつける。ここで死ねるか。神、いけるか。任せてください。はい。だって死ぬって時にこんなとこ守ってる場合かよ。もう消えろ。やった。タイ、早く逃げましょう。カミーユたちはなんとかジャブローから脱出し、宇宙へ戻るため巨大輸送機アウドムラでシャトルの発射台へと向かうことになった。だがティターンズの追撃は激しく危機に陥る。その時輸送機で救援に現れたのがアムロだった。何をする気だアムロ。そうだシャ、奴にはアウドムラを無傷で手に入れたいという欲がある。アムロ、間違いない。アムロレイだ。確かシャと言ったな。俺は百式がガンダムマーク2に近づき、そのコックピットが開く。互いの姿を肉眼で確認する二人。果たされる宿命の再会。その様子を見たカミーユはクワトロの正体を確信する。クワトロバジーナじゃないんだ。この人、あの伝説の赤い彗星のシャア。それにあの人が一年戦争の時のシャアのライバル、アムロレイだ。シンデレラ4。アムロの復帰にエウーゴの士気は上がるが、当のアムロはまだ空へ上がる気概は持てずにいた。空に上がる気にはなれないのか。あの無重力地帯の感覚は怖い。ララーと会うのが怖いのだろう。空に上がったらまた会ってしまうのではないかと怖がっている。いや、生きている間に生きている人間がしなければならないことがある。それを行うことが死んだ者への手向けだ。喋るな。ララーの存在が未だに、そしてこれからもアムロとクワトロ、シャアの間、
アムロたちの協力を得て、カミーユらは空へ戻ろうとする。しかしティターンズの攻撃は激しく、かろうじてクワトロのみ空へ上がったが、カミーユはアムロと共に地球に残ることになってしまった。アウドムラは補給のために香港へ向かう。そこでカミーユはティターンズの強化人間の少女フォー・ムラサメと運命的な出会いをする。カミーユ、優しい名前ね。自分の名前嫌いなの？顔に書いてあるわ。そうかな。私の名前好き？好きだよ。私は嫌いよ。施設で4番目だから、フォー、ナンバーフォー。私ね、記憶がないの。探してるんだ。思い出なんてこれからいくらでも作れるさ。何がおかしいの？君は敵。大人の都合なんだよな、それ。そう、連邦もエウーゴも同じなのにね。ユニフォームが違うだけで。突然の爆発音にカミーユたちが振り向くと、異様な共栄が香港の街を蹂躙していた。その姿を見た途端、フォーの態度が急変する。違うのは制服だけじゃない。約束も守れない連中なんだ。フォー、一緒にアウドブラに行こう。あそこに私の記憶がある。孤独は嫌。わからないでしょ。フォー、待ってくれ。フォー、ガンダム。マーク2か。なんだこの感じは。何、ビームのバリアがあるのか。こんなものか、ガンダムマーク私の記憶も取り戻せないというのに、今の記憶が何になるの？そうなのか。思い出なんか消えてしまえ！消えろ！やらせるか！出番するな、カミーユ！任せてください、タイ！白いやつは私を苦しめるために作られたのか。フォー、君は戦っちゃいけないんだ。私は記憶が欲しいの。自分のことを知りたいのがいけないことなの。空へ行こう。空なら君の記憶を取り戻せるよ。消えろ。
ミーユ、そいつには深入りするんじゃない。消えろ。やらせるぞ。油断するな、タミーユ。任せてください、タイ。アーガマの戦況が良くないらしい。港のアウド村でシャトルまで行くんだ。そこから空へ帰れ。アウド村を狙え。カラバの奴らの好きにさせるな。こいつ、アウド村はやらせんぞ。奴らで防ぎ切れるのか。手を貸してやった方がいい。申し訳ありません。エウゴへの救援物資をティターンズに奪われました。ブライトへの手土産を失うわけにはいかない。奪い返しに行くぞ。この辺りは道が狭いな。時間も惜しい。手分けして探そう。消えろ。向こう何かある。消えろ。こいつ、こいつ助かりました。こいつ、この辺りだな。こいつ、やはり敵が伏せていたか。物資は返してもらうぞ。大丈夫だろう。港へ向かおう。
神湯、神湯美談なんだろ。神湯、私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろ。なら敵になるのをやめて私に優しくしてよ。アウドムラ、退避しろ。ここで落とされるわけにいかない。ここで死ねるか。油断するな、カミーユ。任せてください、退避。消えろ。止めているぞ。両親が殺されるのを見たんだ。そういうこと知ったってどうなるっていうの。そういうことも何もかも王には知っていてもらいたいって思って。父も母も技術者なんだけどバカだったんだよ。父には愛人がいたのに母は全く問題にしていなかったんだ。母は仕事の邪魔をされないのが喜びでさ。僕のことはお隣さんのファーマグセだったんだ。うるさい子でね。爪を噛むな、両手をちゃんと洗え、パンツを取り替えてるかって。修正してやる。消えろ。もう一度だけ聞いていい？今でもカミーユって名前嫌い？好きさ、自分の名前だもの。そう、私も好き。カミーユビだ。修正してやる。消えろ。お互いの居場所に戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。おう、本気なのか。おう、どこへ行くんだ。フォーは自分の母艦であるはずのティターンズの輸送機へ突撃した。輸送機には打ち上げロケット用のブースターが搭載されていた。フォーはこれを使ってカミーユを宇宙へ上げようとしたのである。カミーユを宇宙に返してやる。私にはわかる。カミーユは私を宇宙に連れてってくれる。だがそれは
無論裏切り行為だった。逆上したティターンズの士官がフォーに銃を向ける。カミーユ、これで宇宙へ。フォー、行け、カミーユ。フォー、そこから出てこい。僕と一緒に行くんだ。輸送機にいるはずのフォーにカミーユは必死に呼びかける。しかしその声はもうフォーに届くことはなかった。カミーユ、出るんだ。僕は一人じゃ。フォーがいなくちゃ。フォー、